お待たせいたしました。ただいまより第53回関東大学女子バスケットボール選手権大会国策大学対早稲田大学の試合に先立ちまして、レフリーズのご紹介をいたします。クルーチーフ萌泉圭司さん、ファーストアンパイア手塚清隆さん、セカンドアンパイア望月直之さんです。続きまして両チームのスタッフのご紹介をいたします。まずはじめに拓殖大学総括酒井慎吾、アシスタントコーチ小林彩、主務鈴木信枝、代わりまして早稲田大学部長上野和明、監督土橋美郎、コーチ富田光一、大西真由、トレーナー大地愛香、学生トレーナー深川優香、主務下和田唯。続きまして両チームのスターティングメンバーのご紹介をいたします。まずはじめに白色のユニフォーム拓殖大学、10番村瀬久美、14番吉田舞、23番バイクンバリアさん、36番小笠原美奈、39番藤田歩美。代わりましてエンジン色のユニフォーム早稲田大学、37番内山美優、5番細貝農家、7番大原沙織、23番渋谷さつき、33番中田智美。
14番吉田。Thank you.
20対13で拓殖大学がリードしております。